もじゃさんじゃないな。ごめん、もじゃ見てたからもじゃって言ったけど。それにしたらかわいそうですよ。すいません。でもとりあえず、まず1個目の景品はこれが欲しいと。はい、サネミが欲しいです。なるほどね。これ形めっちゃいいんじゃない。これね、2本で掴むといいことあるんですよ。2本で、奥のアームは当たらないように。え、いい子だった。めっちゃいい子だった。これは取るべくして取りました。一発今の分かったでしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、100円でした。100円ゲット。見せたね、向井さん。お菓子コーナーから攻めますか。ここ行きましょう。これはね、奥にこうスライドさせて落としたいんで、これさっきのあの縦はめとやり方一緒なんですけど、左と右交互に狙って奥にずらしていって、奥もしくは真ん中から狙っていけたらなと思います。結構開きますね、うん、マックスですか。これは開く、うん、マックスですね。でパワーも結構入ってるから、すごい、すごいっすね。お菓子取りやすいね、ここの系列も最高。もうお菓子困らないですね、今月。困らない。え、ちなみにここ最近で一番面白かったアニメって何ですか。めっちゃ気になる。王様ランキング。あれ面白いですか。面白いネットフリックスありましたよね、確か。アマプラ独占だった。アマプラですっけ。アマプラも入ってます。あ、じゃあ見れます、見れます、見れます。やった、最近景品でも入ってましたもんね。はい、面白いよ、ね、ちょっとやりたい。やってみます。いきます。この閉じてる部分がこの景品の左端ぐらいで、奥は4秒です。うわー、できるかな。右アームで右の奥狙うと半時計回りにこう左に振ってくれるんで、いきます。はい、ぐらい。そうですね、ちょっと行き過ぎかな。1、2、3。あ、あれ、あ、限界までやっていいっすね、これ。行き過ぎちゃった。あと2センチ右下。2センチ。おっ、めっちゃ可愛い。2000円ぐらい。すいません、おめでとうございます。普通にプライベートプレイしちゃいました。撮っていただいて。あ、そうなんすか。なるほど、なるほど。じゃあいきましょうか。この爪の間がトッポが3箱入ってますの、トッポが当たり。そうですね。の奥。2、3、4。 OK。 これでも当たれた。ギリギリギリ。うまい、うまい、うますぎる。動いた。奥の角が奥に行ったじゃないですか。本当だ。次、この左の手前の角を奥にしたいんですよ。そしたらどこ狙えばいいんですか。そしたら左の奥。そうです。お、大正解です。奥をこう振っていけばこう。なるほど。そしたらここが行くんだ。はい、当てはめもそんな感じなんですけど、はい、うまい、うまい、ギリギリ。左手前見ててくださいね。左奥に行ったじゃないですか。すごい。で、ここで大手なんですか。はい、ここでやめましょうか。他のお客さんのためにおしいたのおっしゃってましたけども。俺が店員さんとはもうすぐ直すけど。縁日堂の社長が言ってましたからね。ごめん、なんか面白いことも浮かばない。これはここも左の方は橋の中に入ってるんで、この右手前を奥にしてあげればいいんですよ。じゃあ右奥。そうですね、を右アンミンで動かすと。動かす。結構こっちにずらすんですよね。そうですね。で、レンブラー。うまっ、来たんじゃない。落ちて、落ちて、落ちろ、落ちろ、落ちろ。ありがとうございます。うまい。羽と袋持ってきて。あ、羽と袋。すごい。店員さん、これこっち。すみません、後で返します。パクってました。一度使おうって言ってパクってました。使えそう。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと分かってきました。こちらもう一回攻めないと取れませんよ。そうなんですよね。そうなんですよ。違う。それじゃあ社長やってくださいよ。いや、思ってたんと違う。めちゃくちゃ好きなんですよ、これ。え、いいっすか、やって。いいっすよ。やったん。開き幅はね、そんなんなかったっす。これでギリギリです。ほんとや。さっき20回ぐらいやりました。おぉ、めっちゃいいやん、これ。いいでしょ。急遽。急遽。
いや、めっちゃ可愛いんだってこれ。わ、めっちゃ動く。いいやん、これいけそうですね。そう、いけそう。さっきのリベンジですか。じゃあそうですね、これで2つ合わせて3000円だったらいいんじゃないですか。あ、寄せて、うん、うまい。うまい。右アームサポート入ってます？入ってない。うん、これね、右アームが景品にかかってるかかかってないかで動くかどうかがわかんない。合わせすぎても良くない場合ってあるんですよね。あそこに引っかかってたの気になるよ。本当に右で奥払うのもありですよね。はぁ、天才かよ。悪い気がしない、うん、ああ、さすが、ね、もう一回切れてるね。切れてるってめっちゃ変わってますね。切れてます。なんかボディービルの大会で、はい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 、切れてるよ切れてるよ、メロンみたいとか言うんですよ。これぐらいでいいかな、うん、ただこれ5回目ですからね。おお、まあまあまあ、切れて入れてお願いします。おお、もう大手大手初期位置。お、うんうん、いいんじゃないですか。おお、でもおお、よっ、やや、やや、ややったー。え、プレゼントするんじゃないですか。違う、違う。あ、聞いてなかった。俺がじゃあこれ欲しいって言ってくださいってお願いしたいの、向かいがプレイしてる時に、はい、で向かいが任しとけって言って取って渡すもらう。なあ、なるほどね。そうそう、だから立ち寄ってくださいよの一言で全部崩れる。違うっつって。さすがだね、危険察知能力。半端ないね。必要な能力ですからね。今までそんなこと一回もなかったのに、これ取ってたから社長やった方がいいかなと思ったら、もう2種類欲しくてどうしても。ありがとうございます。いいね、それが僕のもの。ただちょっとね、これね、ルイフィアね、お金入れ続ければ取れるんですけど、確率なし、成功確率 15% ぐらいですかね。お願いします。頼みます。ただちょっと寄せを使ってみます。はい、100円入れてぇな。100円入れ。あ、ストップがちょっと遅かったな。あ、はね、悪くないんすよ。入るかな。あー、かかった。おー、かかったからね。惜しい。でも次は入れれます。もう、いけそう。これタグは全然余裕でいけるんですけど、その後か抜けちゃったら終わりなんで、うん、ちょっと余裕持って入れますか。うい、入るんすけど、その後すよ。あーねー、あー、まだ狙うの。まだ狙います。もうちょっといけると思うんで。うい、いるよ。引っ張り上げるか。最高、お最高。今あのリーフィアのリーフに。こっちも竹に行っておきますか。あ、入ってる入ってる。今ね、入れれたんですけど、その後ですよ。お、お、ロックしてるよ。あ、おい、あ、おい、いや、奥から起こし上げた方が良かったのかな。とりあえず竹に入れておけば。入れるのがみんなできないですよね。難しいですもんね、やっぱね、入れるの。あ、あ、ごめんなさい、抜けてるけど、シールド乗ればね。こい、なんかロックしてるよ。あらららら、今なんか引っかかってそうじゃなかった。今の確率じゃないとですよね。バランスが形、足引っかかってましたよね。マユこれ保険かけて次のルカリを取れてよっしゃっていうシナリオを組んでたんですけど、よかった。ありがとうございます。あのー、なんですけど、はい、EV シリーズってここに穴があって、うん、ここ刺さったらパワーなくても爪の角度が、まあ、15度20度ぐらいあれば全然こう持ち上がるんで、隙間見つけて入れれそうやったらここ狙ってみるといいかもっす。いやー、いやー、ルカリオ行きましょう。はい、お願いします。ちょっと行きますわ。はい、ストップ使ったらルカリは噛み合わねえな。確率来ちゃいそうやな。ちょっとむしりたい。むしろむしろ、はい、うまい、はい、さっきより良かったですね。ここで、まあ、ストップボタン使ったんですよ。それで良かったのかもね。はい、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 
ストップボタン使えばいけたな。ストップボタンは有用なんですか。有用っすね。いや俺も勉強になりました。これ頭を引っ張りましょう、うん、えいおお。さあ歌子さん、おやりましょうか。え行きますか。はい、どうしよう。ちょっと俺疲れてきてどこですか。足今みたいに頭狙ってもいいですし、お尻狙ってもそのままこうコロンってなると思う。さあ最後のフィニッシュ。そうですね、オッケーです。はい、ストップボタンは使いました。使わなくても大丈夫です。はい、はい、お願い。2本だけいかがですか。いける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 。うおーノー。下からまた引っ張ってください。あ、ダメです。ダメです。取り出してくださいってなってるんですけど、やっちゃっていいですよ。やれるんですよ。お、やっちゃいましょう。そこで OK です。もう、はい、あと足外すだけで。え、外れるかな。うわーい、おめでとうございます。力士だったらもう超優秀。力士。粘りね。すげえ。手前のアームでお尻押す、その辺ですかね。いきます。優しく。ぶっそっ。おすごい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でかいです。でか、本当よ、そんなでかい。本当や、重い。重い、やっぱね、お尻が重たいわ、これ。頭狙って正解だった。攻略はやっぱストップボタンだったってことだと。そうですね、ストップボタン使い出してからめっちゃ動きました、うん、いやすげえ、出来上がりました。ありがとうございます。赤ちゃんみたい。抱っこしてるみたい。さあ行くぞ。ゆしろでいいんすか。ゆしろでもサビとでも、あどちらでも。なるほど。社長この前これ取られてましたよね。これよう取りましたね。いやこれ結構難しかったって店長さんも言ってた。ですよ。14、15回でやってる。ほんと上手でした。あれありがとう。いやちょっとあの落とし方なかなかできないんで、うん、僕なりにこうじゃないかなっていうやり方でやります。これで真横になればいいんですけど、横にコロッとね動かない可能性もある。あ、いった。あ、いや、どうしようかな。ちょっと待ってくださいね。右側だと絶対通んないんで、景品がね。どっちみち一回左にしていかないといけないんですよ。滑ろ。 OK、 もうちょっと左になってほしいな。OK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 。 速そうっすねこれ。全体的にパワー入ってるね。入ってます。この前も入ってましたもんね。こっちだ。おれ、なるほど、なるほど、なるほど。すごい、90度変わってる。結構動いたでしょ、うん、いやこれあれだな、たまたまだな。いやミスしただけですね。おれ、なるほど。いやあんま良くなかったかもしれないんですよね。あ、こっちが当たっちゃったか。沈むんだ。これで沈むんだ。これまたもっと左やなんてかもね。そうですね。右が入ってないギリ。左はちょっと。おお、これ動くんや。入ってない。入ってますね。足幅が狭いだけが。設定。左に投げてほしいな。パワー入ってるから、うまく中心に捉えたらね、すごい。ああ、そうっすね、うん、さあ、頼むよ。もうちょっと左にやってから勝負に出ましょう。うわ、強いよ、ね、いいね、うん、左で手前狙い。 OK、 すごい、沈ませる。いや違うな。でも、ちょっと手前だったらなんかすごいそうな気がする。気がしますよね、うん、なんかありそうやな、この台。ちょっと手前狙いますね。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。素晴らしい。おー、狙うのがすごいんですよね。危ないですもん。横移動は目印を決めて、縦移動は秒数。この辺かな。あー、ごめんなさい。いや、めっちゃいいと思う。え、今の何、なんで。なんで回転しま
回転した。ずっとそこ狙ってほしかった。あ、そうなんですか。放り投げるんだ。そうなんです。こんだけパワー入ってたら、ただこう斜めだから真ん中の重心の中心がちょっとシビアになるかなと思ったけど、めっちゃうめえもう一回と思って、切り取るなと思ったら、マジか。おお、すごい。楽しい。取れるんだ。もうね、楽しいとかね、ぴったりってから気持ちよかったの。俺人のプレーで脳汁出たの初めてだわ。トルナビ登録すると毎日2回生きるらしいんですよ、この系列。おすすめです。登録しよう。確かにした方がいいですね、これは。大きいですよね。テストプレーで使えるんですよね、この2回。確かに。めちゃくちゃいいと思います。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうゲット。さあ、行きます。もうちょっとさっきと同じような感じで横で狙っていくのがいいんかな。ちょっとじゃやっていきましょうか。爪の角度いいっすもんね。さっきと動き方もちょっと違う感じがします ね、 違いますね。持っていけばいいんだけど、ギリギリ。あー、ここ手前滑り止めないところにうまくいったんか。わかりません、うん、ただなんかいけそうな気はします。左奥、うん、地道っすね。それで寄せていくの、うん、手前と奥交互に寄せて狙っていこうかなっていう作戦なんですけど、ダメですか。じゃあさっきよりかかるって感じですよね、時間は。はい、うん、ちょっとダメかな。もういいよいいよ。さっきよりかかるんすかこれ。かかりますね、さっきより。絶対さっきより早く取ってやる。さっきこれで動きましたもんね。こっちも動くんかい。あれ、しかもこれこっちの方が取りやすそうじゃないですか、うん、良さそう。良さそうっすよね。やばい。さっきですよ、この映像をお見せする前に一回初期位置に戻してもらったんですけど、途中で箱にぶつかってそこで止まったじゃないですか、うん、これ多分止まらないと思うんですけど、ちょっと見ててもらっていいですか。あ、止まりました。ごめんなさい、申し訳ございませんでした。ちょっとわざとぶつけたんですけどね。何が痛かったかっていうと、景品が斜めになってたら滑って、スルルンと行くことはあるんですよ。これちょっと爪の角度も良くて、ちょっとなんか感度が良かったんで、途中でこうピッと止まっちゃったんですけど、まあこれでいきましょうか。おいやるやん。いや、うめえ、マジうめえ。やった、逆立ってやった。今どうでした、今どうでしたか。かっこいいです。かっこいいです。やった、すごい。叩かれてもいいよ。やった。いや、キレキレですよ。今日キレてますね。キレキレ。足が痛くてでも、初日からね、腰を言わしてるんですよ。この長時間の撮影わかるかな、みんな。楽しいよ。まあ大変だ。朝から晩までゲーセンいるんで。で、これ3日目でしょ。うん、まあ疲労はね、ピークですよ。あ、そうや、景品取るの忘れてた。あ、はい、しょっちゅうあるんですよ、もう景品忘れて帰る。ジュースの自販機みたいなもん、お尻で満足してる。そういうことありました、今まで。いや、ないですね。俺もないっす。いや、俺ドライブスで行かるからね。お金払って満足してそのまま進んでる。俺もありますわ。旅最終日を迎えたチームもっかい。この日訪れたのは新規オープンのゲーセンが続々と立ち並ぶ吉祥寺であった。そこで待ち受ける数々の出会いとファンタスティックなプレイで爆笑と感動のフィナーレを飾ることとなる。最終回レンガ亭、ドキがムネムネの展開に乞うご期待。